Hallo, liebe Zuschauer. Mein Name ist Shoyo Gomi. Ich bin ein Student an der Tokyo-Universität und ich studiere Germanistik an der Universität. Ich bin 21 Jahre alt und ich spiele Fußball jeden Tag. Und meine Position ist Torwart. フランス語かドイツ語を勉強する2つの選択肢があって、で、まあ、サッカーが好きなので、まあ、サッカーの王国といったらやっぱりドイツなので、それでドイツ語を勉強することに決めました。英語の他の第三外国語を学ぶことっていうのは今大事とされていますけれども、そうですね、まあ、一番単語も、まあ、文法だったり、まあ、英語に近い部分がドイツ語にあると思うので、ドイツ語は、まあ、日本人にとって非常に学びやすい言語なのかなっていうふうに思います。そして、まあ、ヨーロッパではドイツ語が本当に多くの国で、まあ、しゃべられてたり理解されているので、まあ、ドイツとかオーストリアとかスイスとかで喋られているので、ドイツ語を勉強していればいろんな国の人と、もちろんドイツ人はもちろんいろんな国の人と、まあ、コミュニケーションができると思います。ドイツ語を勉強してて、やっぱりもちろん授業はドイツ人の先生とやることがほとんどなんですけれども、やっぱり外国人と喋るっていうのはいつも刺激的で、本当に今まで持ってなかった価値観とか考え方を知ることができますし、それによって自分も海外のことについての見聞とか知識本当に深くなって、いつもまあ刺激的な、まあ、学校に来ることは本当に刺激的になってます。ドイツ語の授業で一番楽しかったことは、まあ、やっぱりドイツのサッカーについて、まあ、少し勉強した時のことで、まあ、ドイツの、まあ、文化っていう授業の題名だったんですけども、まあ、サッカーが文化として根付いているので、それで、まあ、先生がドイツのサッカーのことについて説明して、やっぱり興味がある分野なので、本当に興味を持って取り組めました。将来は、サッカーチームの通訳になることが一番の目標です。で、もちろんドイツでも、ドイツのブンデスリーガでも日本の J リーグでも、まあ、どちらでも構わないんですけれども、日本人の選手がドイツに行った時に通訳として手伝って、でその選手が活躍できるようにサポートする。そしてドイツ人が日本に来た時にもちろん活躍できるようにサポートしたり、あとは食事の面とかでもサポートできるように、いろいろな、まあ、勉強、もちろん語学もそうですけども、栄養とかそういう勉強もしていきたいと思ってます。Mein Lieblingswort auf Deutsch ist die Übung macht den Meister, weil die regelmäßige Übung ganz wichtig für uns ist. Zum Beispiel in meinem Fall, ich trainiere jeden Tag Fußball und ich lernejeden Tag Deutsch, und aus dieser Weise möchte ich in die Zukunft Dolmetscher von der Fußballmannschaft werden, und ich möchte ja, viel Geld verdienen und in die Zukunft kaufe ich meine Eltern ein großes Haus.